はい、住んで埼玉です。今日はですね、とある方お二人呼んで、3人でお話ししたいと思います。ケンニンさんとアルエさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ですね、この回は何かで言うと、住まい相談の、アルエさんがメンターでご登録をいただいていて、大宮の一駅先の宮原エリアで住まわれていて、まあ、宮原とかトロとか埼玉市の北区を中心に住んでいるし、ブロガーとしても地域の発信をしている、活動しているとっていうアルエさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。で、今回、ケンニンさんはそのアルエさんにとある機会があって相談をしていただいたという感じです。ケンニンさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ簡単にそれぞれから自己紹介をいただいて、その後に実際どうだったかのお話をお伺いできればなと思いますので、お願いします。じゃあまずアルエさんから簡単にお願いします。住んでメンターのアルエです。宮原大宮 .com という、まあ、地域情報サイトを運営しておりまして、うん、埼玉市北区の宮原に住んでもう6年になるんですが、1年前に中古マンションを購入し、そうですね、買ってからは1年になるんですが、で、子供が2人おりまして、5歳、2歳っていう感じですね。5歳、2歳。はい。はい。っていうアルエさんですと。で、じゃあ、ケンニンさん、簡単な自己紹介、一つお願いします。はい、ケンニンです。出身は緑区ですね。本当に住んで埼玉の事務所がある数日かなと思います。あ、そうですか。で、まあ、その中で、浦和、あと、差し折りと、まあ、埼玉に26年ぐらい住んで、まあ、就職と同時に福島に、まあ、引っ越して、そこから12年経って、また、で、戻ってきて、今、久喜に住んで2年目っていうところですね。で、今、久喜に住んでるのは、まあ、事業所が茨城の方にあるんで、まあ、そちらに住んでるんですけど、本社の浜松町の転勤が、まあ、いずれあるので、まあ、ちょっと北区あたりに住んでみたいと思いまして、今回、アルエさんに相談させていただいた機会になります。そういう背景で。はい、あれ、ちなみにケンニンさんは職場まで行かれてるんですか？職場までは今車ですね。車で10分ぐらいですかね。はい。おお。っていうところで、すぐに家の購入に至るかはわからないけれども、北区の方で家を将来買うことは一応決めていると。まあいいなとは思っていて、まあ、ここら辺に住まわれている方に話を今回聞いてみようっていう感じでした。はい、そうですね。まあ私も多少、まあ西区とかにも住んでたんで、まあ多少ちょっと、まあステラタウンとかはまあ知ってるんですけど、まあできた当時、うんうん、2006年とか7年ぐらいのことしか知らないんで、まあ、ちょっと今の状況っていうのをまあ詳しく、はい、なるほどね、聞きたいなと思いまして、ちょっと今回、まあ、アルエさん住んで埼玉、皆さんにご協力いただいた次第です。はい、ありがとうございます。じゃあ、ケンニンさんの方で、アルエさんと、まあ、キャットみたいな形でご相談いただいたと思うんですけれども、今回、こう相談してみて、どういった点で良かったというか、聞いてた感想、まあ、どうでしたかっていう質問したいんですけど。やっぱり、まあ、実際に住んでる方の、まあ、目線でこういうその生の情報を知ることができるっていうのは非常に良かったかと思います。なるほど。まあ、本当に多少知ってるとはいえ、うん、やっぱそこの住んでみないとやっぱ分からない部分とか、まあ、そういうところもありますので、うん、そういった意味では1週間本当に有意義な時間を過ごさせていただきました。アルエさんとして質問を受けてみてどうでした？できなかった。そうですね、まあ、埼玉市に住まれてたっていうことだったので、うん、まあ、ある程度情報やっぱりあると思いましたし、まあ、クッキーっていうことだったので、まあ、なんとなくこうトロのなんて言うんでしょうね、まあ、通ってはいたと思いますので、うん、一時情報はちょっとは入ってたとは思うんですけど、まあ、その6年住んである程度この北区の情報っていうのは、まあ、今のトロとかの細かい情報だったりご自身で調べられることももちろんあったと思うんですけど、まあ、そういうのも手間だったりすると思うんで、うん、まあ、細かいところの情報はお伝えできたのかなと思いますね。なるほど。ケンニンさんの方で今回聞くことによってしか、うん、おそらく知り得なかった情報とかってあったりしました？そうですね、多分アルエさんが夜中のトロ駅付近の写真とかその
写真とか、なんかそういうところも撮ってくださったりとか、その駅の雰囲気の写真とかですね。やっぱそういうところはやっぱちょっとさすがに夜に撮ろに行って撮ったりとか、私もさすがにそこまではちょっと熱心じゃないんで。うん、なるほどね。やっぱそういう、うん、やっぱ近くに住んでるからこそ、うん、まあそういう雰囲気とか、その辺の情報とか、知ることができたっていうのは非常に良かった。真摯に対応してくださって、すごい感謝してます。うん、ありがとうございます。なんか聞いたポイントとしては、そのなんか仮に買って生活する場合に、そこの夜の雰囲気だったりとか、どういった点をなんかこう聞かれたりしたんですか？基本的にはまあそのおっしゃられた通り、そういった夜の雰囲気とか、うん、あとはトロ駅の朝のその乗降車のというか、その混雑の具合っていうんですかね、うん、まあそれとか、あと倍高校生がいないかとか、まあそういった生活していく上でちょっとそういうところの情報っていうのを中心に、うん、アルエさんにあのお調べいただきました。なるほどなるほど、はい、アルエさんとしてはもともともうブログを執筆するとかで知っていた知識を棚卸ししたような感じなのか、新たになんか調査したのかでいうと、どっちだったんですか？トロに関してはその朝の乗降車数はもちろん調べられたんですけど、うん、なんかリアルなところは住んでないのでわからないので、棚卸しっていうよりは新しくアップデートというか入れた感じですね、うん、なるほど。それは今のフォロワーさんだったりで、うん、ある程度こうトロに住んでたりする方がいるので、まあ、逆に僕がそこから仕入れるというか。ああ、はい、なるほどね。まあ、そういう新しく仕入れた情報もあるし、もともと知っていたというような、うん、あ、そうですね。あとはケンニーさんに聞きたいのが、なんかそれ以外でなんかこう、あ、そういうなんか今回知れたことというか、さっき言ってた夜道だったり乗降者数みたいな話もあったんですけど、はい、なんかそれ以外でなんか聞いたこととか、ないしは今話してて例えばこういうのも聞けばよかったなみたいなあったりしますか？そうですね、まあ、特にまあ私の場合はやっぱその家っていうその マンションのそのなんていうんですかね、そういった知識とか、まあ、住宅購入に関する知識っていうのはやっぱ不足したので、うん、まあ、例えばあのアルエさんはどういう点で今のあのマンションを選ばれたのか、ちょっとそういうことを質問させていただいて、まあ、本当に、まあ、トロの知性だけじゃなくて、そういった住宅に関しても引きできたのかなと思います。なるほどなるほど、うん、だからまだケンニンさんとしては住宅の購入経験は今のところない。あ、そうですね、はい、っていうところで、あんまりイメージももしかしたら現時点しづらいかもしれないので、それを経験されたルエさんに、まあ、街の情報というよりもその家購入に関しても聞いたみたいな感じ。あ、そうですね、はい。アルエさんとしてはその実体験をこう話されたって感じだったんですか？はい、そうですね。どういう経緯というか、うん、どういう基準でマンション購入、まあ一番大事にしたポイントというか、うん、そういったところですかね。なるほどですね。僕の場合はまあ立地だったり、宮原っていう場所ですけど、多少リセールも可能性を残すっていったところをお話しさせてもらいましたね。なるほど。自身の観点というか視点とか、うん、まあそういったものをご共有いただいたと。確かに街の情報プラスそういう家購入経験みたいな話も聞いたりいうところでしたと。なんかケンニンさんとしてはこのテキスト、いわゆるチャット形式でやり取りをされたと思うんですけど、テキストのコミュニケーションは良かったですか？ないしはこうやって話す方が良かったですか？まあでも話すとなると、まあ本当は話した方が多分より分かりやすいかと思うんですけど、うん、やっぱりこうコアタイムというか、それぞれやっぱこう仕事の時間帯とかもやっぱ違ったりするので、そういった意味だと、うん、テキストの方が文字に残ったりとか、あとは好きな時間にこう返信とか送信ができるので、そうですね、まあ、より柔軟なのかなと思います。そうですね、うん、まあ、両方あるかもしれないですね。今回なんかアルエスさん相談を受けてみて、こう相談を受けると僕も結構そうなんですけど、自分の周辺知識を再構築するきっかけにもなったり、新鮮な体験だと思うんですよ。なんか どうでした、感想としては？あ、僕自身まだ3回目だったんですけど、うんうん、トロっていうエリアをこうお話しするのは初めてだったので、まあ、すごい、まあ、ほんと新鮮でしたし、なんか知ってることもあったんですけど、もちろん、うん、なんかそれ以上になんかこうお答えするために情報を入れなきゃなっていう方が強かったので、なんかリアルなところは答えられるところと答えないところがあるんですけど、うん、まあ、幸いこうネットワークというか、今のフォロワーさんっていう、まあ、あるへの、まあ、ある意味こうネット上のパワーというかね、そういうのもちょっと、うん、お借りできたところはあったかなと思いましたね。確かにそういうのありますよね。なんか宮原だったらね、まあ、ある程度喋れるんですけど、結局情報が集まる人いれば、その人が情報持ってなくても集まってくるっていうね。うん、僕もだって別に埼玉全土のこと詳しくない。そうですね、うん、
あの埼玉にそれぞれの地域の人といろいろつながりを持ってるので、うん、僕はなんかその軍で解決するっていう戦略を取ってるので。あ、でも本当そうですよね。なるほどね、ありがとうございます。今回得た情報は将来の意思決定の一つ参考にしていただければと思いますし、まあ、もしね今後、まあ、本格的に家をじゃあ買うぞというような形でなった場合はまた別のメンターでもアルエさんでもいいので、はい、まあ、ぜひ使っていただければなとは思います。はい、わかりました。あの結構家を買うときって夫婦だけで決めるときって結構決断が重かったりするんで喧嘩しがちだしごちゃごちゃになるんですよね何回か。もういいやみたいな、まあ、なんでぜひ頼っていただければなと思いますんで、はい、っていうとこですかね。じゃあ他はなんかお二人からなんかあこういうのも言いたかったみたいなあれば、喋り足りないことがあればそれぞれどうぞ。あ、僕さっきのケンリンさんに聞かれた質問で言うと、うん、あのテキストベースか話すかっていう、うん、なんか僕の場合は割とこうブログ慣れしてるせいもあるかもしれないですけど、なんかいろいろ実行軽く考えた上でテキストで書けるっていうのはすごいありがたいなって。あ、なんかまあ話すのがあんま上手じゃない人もいると思うんで、あとまあそういうデータだったりもまあ特別できなくてもちょっと1日以内には返しますっていう、うん、調べる時間だったりとか、まあそういうのはそういうチャットの良さ、うん、でこうやって最後にお話とかできたらなおいいなっていうのはすごい今回良かったなと、ね、はい、思います。そうですね、ありがとうございます。ケンニンさんの方からなんか今度本格的に家を買うってなったらこういうことも聞きたいなとか、なんかそういう何でもいいんですけどもしあれば。そうですね、まあ、特にまあ、またあの、まあ、来るべき時が来たらあのまたアルエさんにちょっとご相談させていただきたいなと、まあ、思います。はい、うん、あのあのちょっとこうやってあの喋る機会ですので、あの本当あの1週間あの真摯にご対応いただきどうもありがとうございました。とんでもないです、こちらこそありがとうございました。結構あの朝に夜になんかすごい変な時間に返信とかいろいろ送信してしまいましたけど。あ私の方こそ。でもあの本当にあのちょっと時間を要するような時にはあの後ほど返信しますとか、やっぱそういったあのメールを入れてくださるところがやっぱちょっとRAさんの人柄なのかなと。ああ、確かに。ありがとうございました。ありがとうございました。僕もあのこのサービスを作って、まあいろいろメンターさん、メンティーさんどんどん増えてですね、まあ埼玉だけじゃなく、まあ埼玉を選ぶ人が増えればすごい嬉しいですけど、家購入とかなんか引っ越すとか、そういうなんか決断のお供ができればなという思いでこういう場を作っているので、それぞれのご友人とか知り合いいたらぜひ紹介してほしいですし、また何かの機会あればあのご利用いただければと思いますんで、よろしくお願いします。という感じで、はい、30分程度お時間いただいてありがとうございました。いや、とんでもないです。じゃあ、またどこかの機会でお会いできればと思いますんで、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼いたします。